ピレネーデスマンは、深無毛鳥モクモグラかピレネーデスマン族に分類される、哺乳類。本種のみで、ピレネーデスマン族を形成する。種小名ピレネカスは、ピレネー山脈のの意で、和名や英名と同義。スペイン北部、フランス南部、ポルトガル北部体長11から15.6センチメートル。おな12.3から15.6センチメートル。背面は、 肺褐色や暗褐色、覆面は灰色の体毛で覆われる。体毛は光沢のある荒い毛と密になった短い毛に分かれ防水性に優れる。長い花を持ち、遊泳中にはシュノーケルとして働く。鼻腔と耳には浸水を防ぐための弁がある。前肢には指の半分、後肢には自然体に水かきが発達する。また指は硬い毛で覆われ。 これも水かきの役割をする。尾の先端が側編し、泳ぐのに適している。渓流に生息する。群れは形成せず単独で生活する。夜行性。泳ぎはうまく、泳ぐときは主に後足を使う。水辺の地面に巣穴を掘る。食生は動物食で昆虫類、甲殻類、貝類、魚類などを食べる。主に水中で採食を行う。 繁殖形態は体性。妊娠期間は約30日。1回に1から5頭の幼獣を年に数回産む。マスなどを食害する害獣とみなされることもある。開発による生息地の破壊、水質汚染、害獣としての駆除、人為的に移入されたアメリカ民区による食害などにより、生息数は激減している。ありがとうございます。